さあ5位のカープ広島です。ここはどう見てましたか。まあ、鈴木誠也向けてね、はい、うん、どうするんだっていうところで、まあ、鈴木誠也の代わりはやっぱりいませんからね、はい、まあ、でも坂倉とかあの辺の天才的なバッターいますからね、西川にしろ、うん、ね、まあ最初ね、やっぱ小園が悪すぎたわ、うん、うん、まあ、3番から上位を打てるバッターが、はい、やっぱあれだけ調子が悪いと、それと西川も途中で、ね、離脱したでしょ、うん、はい、まあ、ああいうのも痛いし、本来キャッチャーの坂倉がサード守らなきゃいけなくなるとか、はい、まあ、バッティングを生かすためにね、とかファースト松山が調子悪いとかさ、だから、まあ、菊池もなんかいいのか悪いのかわからないっていうようなところがあるし、だからもう継ぎはぎなんだよね、やってることが。まあ、坂倉もキャッチャーだったりサードだったりファーストだったりとかね、大変だったろうし、坂倉がサードやってたら坂倉なんか一生賞取れないからね。そうですよね。いや、そりゃそうだよ。岡本いるわ、もう村上はもう君臨してるわ、はい、ね、来年キャッチャーって言ってもいや、そう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 、ね、いや、だから楽しみなんだよ、まあ、本人のためには良かったなと僕は思ってますよ、うん、キャッチャーってポジション大変だけど、はい、固定してもらえればね、まあ、うん、だけどあそこはね、生きのいい選手がいるからね、はい、で秋山が入ったりとか、そうですね、でも秋山もじゃあ本来の調子だったかというと、まあ、途中離脱してみたいな、そうなのもなったしね、だからやっぱりカープはやっぱそういった意味でやっぱ苦しかったですね、苦しかったな、ね、あとはやっぱりね、先発の頭いても、はい、やっぱ中継ぎが良くないよ、どうです、やっぱそうでした、印象的に、うん、だから森下にしろ、大瀬良にしてもね、クリ、クリも良くなかったな、苦しんだですね、あと友田も骨折したっていうのも大きいやんな、うん、そうですね、ショックがないね、だから優勝できる選手はいると思う、はい、だからそこはなんかオリックスみたいな状態になっちゃってるんだよね、まとまりがなくなってる、うん、一頃おととしまでのね、オリックスがいい選手いるのに、はい、今年は行くぞ行くぞって言われて、はい、最下位くらったりとか、こういう世代が強かったみたいなね、あ、うん、そうですね、うん、だけど、あれがまとまったら強いでしょ、はい、日本一今年になって、うん、まあ、そういう雰囲気は持ってるんだよね、だその点はあるけれども、どうも線にはならなかったっていう、そうなんだよな、もったいない、勝つときはこのチーム強いっていう価値がするけど、ダメなときは全くダメじゃないですか、はい、それがこうやっぱ大きすぎるんですよね、あのね、選手のね、に対しての今年はね、はい、思い入れが強すぎた、笹岡監督、はい、やっぱ森浦、あ、力はあるんだけど、あそこのセットアッパーのポジションというのはやっぱまだ苦しいなって思って見てて、で抑えも中崎とか復帰してきたら使ったりだとか、中崎で使ったりとかしてたけど、いいところで、いや、やっぱ苦しいんじゃないかなと思ったら、結局その中崎もやられてね、逃げ切るっていうところでやっぱやられてるケースがやっぱあったからね、中崎に限らず、だからその佐々木監督っていうのはやっぱ愛情が深いんだろうね、うん、そうですよね、だからその遠藤に対してもさ、完封目前で、いや、もうここ代打送って完封またにしろよって、うん、ね、2対0で勝ってて、はい、で自分がゲッツ振ってチャンス潰して9回のマウンド登ったらやられて負けて泣いてるって、なんかね、あのご親族が見に来てたっていうのも、カープってもともとそうじゃないですか、ピッチャーって、なんか今でこそね、球数とかあるじゃないですか、はい、やっぱカープほどね、やっぱこう粘り強く投げさすチームないなと思ってます、そうそうそう、12球団でナンバーワンだと思うんですよ、だから悪いことではないけどな、うん、先発ピッチャーって完投する、まあ、笹岡さんもそういう人間だったから、うん、はい、先発って投げるんだったら最後まで投げろっていうのが一番伝わるチームですね、あ、そうなんですね、カープって、だからね、情が熱いんだろうね、うん、監督としたらその情が邪魔したなっていうような感じがするけどね、まあ、ね、来シーズンから監督、新井監督になりますけれども、うん、またそこでね、違うきっとカープにまたなっていくのかなっていう、どうなんでしょうね、楽しみですね、若いし、いや、まあ楽しみだけど、うん、またこの子が情が熱いからさだいまあね、いいやつなのよ、いや、いいやつなんだよ、本当に本当に、もう球場とかで解説なんかでね、あったりしても本当にいいやつなの、あ、それが多分いいやつって言っちゃいかん、監督に向かって、もういい人間なのよ、どっかで非常にならないといけないってことですよね、監督ってそういうとこ必要だと思うんですよね、だから俺は好き嫌いじゃ使わないみたいな、自分に言い聞かせてみたいなそうですね、いや、そのこと公言する必要ないからね確かにそうですね、まあ総合的に考えて今シーズンカープ何点というふうに、まあ力あったけど、まあ40点だな、40点、俺50点ぐらいかな、
あそこはジャイアンツよりかは上だと思います。予想から考えると、あ、まあ予想から考えるとな、最下位だったからね。そうですね、だからそうやって考えるとやっぱりこう鈴木誠也が抜けてどうなるかっていう中でも、まあ個々の人間のやってることを考えると50点ぐらいかなと。ところどころでやっぱりやってくれなきゃならない人間がやられたりしてたけど、ピッチャーも打てなかったりとかね、野手もあったけど、もう50点ぐらいかなと僕は思ってるんですけどね。俺はできたと思って、早さがもっと伊藤さん、カープ何位にしたんですか？最下位。最下位ですよね。そうだったんですね。いや、最下位にするしかないの。いや、だからこうやってったら、じゃあどこなんだって、じゃあカープかなってしかない、その感じですよね。なるほど。さあ、5位、ロッテです。これはもう明らかだよね。はい、両外国人マーティンと、あれだけ打てなかったら苦しいよ。今シーズンダメでしただから去年良かったのはマーティンとレアードが打ったっすもんね。そうそう、もう打つ攻撃陣ではもうその2人間違いないですよね。大きいのとマーティン、これがセットになって点を取ってきたので、ほんでレアードがホームランでくる、点を取って帰ってくるみたいな。だからこの2人がいない、大きいのが出遅れて、高部が出てきたとはいえ、それを返すやつがいなかったんですよ。そうですよ ね、選手出てきましたけど。で安田ももう、まあいい年だけどさ、春先悪くて後半になったらなんか掴めましたって、遅いいいよね春先から掴んどけって言うのいや本当に。でもまあ来シーズンはちょっと変わってくると思う。楽しみだなと思って。楽しみだけどね、去年より今年良くなってるから、やっぱバッティングとしてね、その前の年がなんかクライマックスかなんかで千賀君がホームラン打ったんだよ、ああ良くなってきたなみたいな、それ続くかなと思ったら全くダメで、後半打ちまくってやっと疲れました、ね。来シーズンはこれをなんとかその開幕からそうだな、そうですね、率とホームランはやっぱりトータルで上げていかないといけないですね。だから井口監督も積極的に若手を使ったよね、藤原とか、でも藤原がまたダメだったでしょ今年。そうでした、だからこうあいつ上がってきますかね。上がってきてほしいけどな。藤原とあともう一人仙台上から入った左の平沢が、あの辺がやっぱもう少し出てきてほしいですね。だから素材はいいんだけどさ、なかなかこう波がこうあって、千葉周りんだからもう本当に波がどうしてか。次はそうですね、はい、ピッチャーはどうでしたか。まあ佐々木朗希がドーンと4月にやっちゃったけどねあのまま行くのかなって思って、いやだから結局1ヶ月しか持たんかったね、それは。でその後もう京セラでもそうだけど垂れてきたからまた1ヶ月ぐらい休んで、っていうことでしたよね。だから去年は中10日以上で回って、今年中6日で回ってて、この7月1日これ1年やったらすげえぞと思ったけど、はい、結局1年持ってないから、まあ、持ってないし、なんて言うんだろう、ちょっと過保護すぎる感じがするね。あ、もう少し腫れ物に触るみたいな。それはなぜですか。壊しちゃいけないみたいな、なんか日本の宝っていうふうにやっぱり思ってる。鉄は熱いうちに打たないかんけど、冷めなきゃいいなと僕は思ってるんですよ。冷たくならまなきゃねっていう感じはしてます。だから難しいんですよそこ、やらなきゃいかんし、やりすぎもいかんし、だけど2年間と今年で3年でしょ、結構大事に使ってますよね。大事すぎぐらい使ってますよ。これ佐々木朗希投手が不調になっていってしまった原因っていうのは何？だから 100% 体力です。体力か、体です。あれだけの僕、球、速い球投げたことないから分からんけど、それは肩肘の負担は相当なもんだと思うんですよ、あのスピード投げるって、だから僕らが6日休んで回復できるものがもしかしたら7日8日かかるかも分からないんですよ、このメカニック的なもので、それは僕は分からんですけど、7日8日かかってもその7日8日のローテーションを組めばいいじゃないですか。組んでダメじゃないですか。だから奥側もちょっとその気があるでしょ。ヤクルトの去年は頑張ったけど、今年はもう4月春先ポーンってやって一回も投げないですもんね、それから、だからあれだよね、やっぱ過保護というか、まあ、そこまで体がついてきてないのかどうかわからないけども、まあ、その結果がわかるのが来年だよね、来年、来年が中6日で本当にしっかり投げられてくるのか、もう投げたらもうとてつもない数字を叩き出す。あれ4月のあの時のすごい投球を1年間続けるってことは可能ではあるんですか。できると思います。ただそれもやっぱ4月ってやっぱ2月からキャンプをやって、3月調整して一番いい状態で入ってるんですよ、でそれが1ヶ月しか持たなかったわけですよね、で間を空けて投げても、まあ、いい時はありましたけども、あの4月の頭のってなると違いましたよね。違う違う、だってさ出力で抑えてるだけなんですよ。
2試合連続完全試合やりそうだったんです。そうでした、ね、8回目それで下ろすっていや、そりゃ生かさなきゃいかんよ。僕だったら喧嘩してますね、コーチとは。死んでも俺は投げるって、やっぱ肩これで壊れても投げるって言ってます。2試合連続パーフェクトなんて絶対出てこないから。そうですよね、うん、いやもう絶対投げるよ。そこで降りるっていうその気持ちも俺には分からん。だからそれがやっぱそんだけドライなんだろうね。ドライなのとやっぱ過保護さがあるんだよね。だからチームのさ勝ち負け考えた時に下ろせないじゃない、言ってもそりゃそんなさ、またゼロゼロギネスだよギネス。そうですよね、それを降りる。俺だって次の回投げて壊れても投げてましたね。まあないけどね。ないないけど、だってそりゃパーフェクトもやったことないんだから俺は。あでもやって次の週もそれだったらそれ、ね、投げますよ。投げるよな絶対投げる。俺はね。そうですね、うん、そこはじゃあやっぱりコーチ陣と本人もその将来のことを考えて。そういうことですよ。降りたってことだから今日じゃないでしょって言われるんですよ。いや俺は今日だって言いますそうですよ、うん、今でしょって。今で今ですよ Now ですよもう。そうですね、今だからね。そりゃそうだよ。僕はね、まあ、そこは器の違いかもわからないです。佐々木朗希と僕の僕何回でもやりますからって言うかも。いや俺はもう何回もないですから。一回もやってねえんだからもう何回もやってない。だけどこんなチャンスは絶対ないよ。もうこれからないと思うな。もうそれからもうテレビつける。いくら佐々木朗希でもないと思う。テレビつけて今日佐々木朗希だみたいな、うん、源田に先頭打者ヒット打たれたらもうチャンネル変えたもんねあ、もうなくなっちゃった。いやだからそう、みんなの目がそういう目になってたから。そうですね、それはまあ本人も辛かったと思うけども、はい、あの試合はもったいなかったなと思うよね。そうですね、2試合連続完全試合、うん、だから1時間前にそうやって選手に気を使いながら戦うと、うん、チームの成績っていうのは上がってこないよね。そうです、ね、やっぱ無理しないとさ、はい、みんなが上げれないよなかなかチームの状態なんて。確かにロッテの今シーズンはずっともうあの最初から最後まで B クラスで終わってしまった。だから佐々木朗希が悪いんじゃないよ、はい、うん、これはね、うん、育成方法があるから、はい、それはもう方針に従ってもらって結構なんだけど、うん、まあ、来年吉井さんがどういう使い方するか、ね、まあ、そうね、ピッチャーの監督だからな。そこもやっぱり見ものですね。そうですよね。佐々木朗希だって宮城なんてオリックスのもう2年目からバンバン放っとんすよ。そうだ、そうか、同い年だから。佐々木朗希投手とはこう考えると対照的な2人というか、うん、まあ顔じゃないですけど守られてて、うん、まあ、ちゃバン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 、そうね、だから屋外にしてもそうじゃないですか。良し悪しですね、それは。だからこんだけ大事にしてもらったんだら、ちゃんとこうすごいものに仕上がってほしいなと思いますね。うん、さあ、ロッテ、点数をつけると、今シーズンは楽天が40点だっけ、35点かな、うんうん、似た感じですね。そこは似た。ただ、楽天よりは、もともと僕、ちょっと苦しいのかなと思ってたんで、まあ、一緒ぐらいか。やっぱ順位的にもやっぱり下がるかもしれないですね。ずっと B クラス走ってたってことはやっぱり苦しいんでね。はい、はい、さあ6位。